こんにちは。こんにちは。はい、これも矢島園さんで、はい、はい、購入した五葉松ですけど、峰東っていうやつですね。盆栽安倍さんのとこの。うん、そうですね。え、多分ここら辺でついてんだと思いますね。ここら辺で。うん、そうなんですよ。安倍さんの。ね、それでこれを購入して、まあ根毛がね、非常にこの辺が面白いなっていうことで購入したんですけど、ここから上ですね、うん、ここら辺から上のところがこう、まあ、真っすぐになっちゃってる。ここをなんとかしたいなっていうのがあって、うんうん、ちょっとグッと畳み込みたいなということですね。できればここをグッと下に下ろして、これも頭ですね、これもグッと下に下ろしてですね。で、今あるここら辺の頭をここら辺に持ってこれれば、なるほど、理想かなと。で、簡単に作ろうと思うと、これ1本で頭で起こしてですね、はいはい、ここがね、車になってるんですよね、3つ。これが3つ。缶抜きというか、もう3つあるんで車になっちゃうんですけど、はい、で、ここも缶抜きなんですよね。はい。なんで、大きい盆栽やる場合は缶抜きっていうんで、こう、これだったら内側の枝を抜いちゃうとか、はい、商品の場合は缶抜きとかあっても多少構わないんで、残していって、できるだけこう、葉っぱがいっぱいあるように作りたいなと。頭に小さく作る候補はあるんですけど、できるだけこれを潰してみてどうなるかというところで、うん、まあ、最終的に最後やってやっぱり取っちゃうかもしれないし、なやりながら枝を抜いていくようになるかもしれないんで、とりあえず畳み込んでみると。で、ここですね、ここをグッと下に折るん でこういう陣があるところ、こう割れるんですよ、バカって。だから、まあ、そこら辺が一番注意すべきところで、 どこまでこれが下がっていくかと。うん、いうところなんで、まあ、この画像がね、どんな風に変わるかっていうことですね。簡単に作るならここなくすってことですよね。そうすると簡単なんですよね。もうなんか、ね、できてますよね。できちゃうんですよね。これとかね、これが頭でも、はいはい、そうすると逆にこれはこう缶抜きだから取っちゃってもいいってなるんですよね、はいはい、缶抜きだからこれが頭にして後ろはあっていい、これを頭にしてこれがあっていいとかなんですけど、とりあえず潰してみてどうなるかと、ね、生かして、はい、凝縮させた、凝縮させて葉っぱを作る。そうですね。で、前もよく言うんですけど、それで無理して、うん、例えばこれ枯れたならもう枯れたでいいと。まあ、ただここ割れるとね、この上のものとも行く可能性があるんで、そこですね、そこは一番注意ですけど、うん、まあ、特に土の場合は結構曲げやすいんで、ラフィアとか巻かずにですね、やってみたいと思います。わかりました。はい、まずちょっとこういう癖戻っちゃうかもしれないんですけど、ちょっと針金も一回全部外してみますね。わかりました。はい、から戻っちゃうかな、バーンって。いつやったかわかんないですけど、そうですよね、ちょっと戻りました、ね、ちょっと戻りましたか。結構立ってんですかね、立ってるかもしれないですね、これね、立ってからどれぐらいね、針金もかけて、ただまあ色見ると色もだいぶ変わってきてるんで黒っぽく、はいはい、1年以上は出てるのかな、多少癖ついてるかもしれないですね、うんうん、切ってきますね、これね、はい、多少がいいんですよね、ミニアズマ ね、 いっぱい買いましたもんね、買いましたね、はい、いや、これあとあれですね、これよく見ると結構枝3本のところがたくさんあるんですね。ここもそうですよね、ここ枝3本ね、ここもそうですよね、うん、結構そういうのも詰めていかないといけないかもしれないな。まあちょっとそれも一旦無視して、はい、作りながらですね、ちょっと剪定をしていくように、そういう作り方もあるんですね、はい、最初決めちゃわないで、枝を決めちゃわないで、うん、作りながらぶつかった枝を切るとか、うん、行き場所がないねって言って切るとか、骨格から先に、ね、そうそう、まず大きいところを決めてですよね、さあ一応これで針金外しですね、うん、は折りましたと。だからどこからかけていくかですね、要はここも少しこう縮めたいか次第ですね、外でかけるとこがないんで、適当にこの辺からですかね、ねえ、そうですね、この辺から巻いていってっていうところですね。あとはまあどっち巻きにするか、反時計回り、左回転と、私よく時計回り反時計回りって言ってるけど、分かりますかね、上から見てってことですね。そうですね、うん、こう右回転じゃなくて左回転ですね、はい、で巻く方向は曲げる方向でってことです。そうですね、はい、はい、そうですね、巻く方向は曲げる方向ですね、はい、先端ちょっとここに引っ掛けるか、これがあるから、これはきついな、最初の一歩が押さえておいてですね、すごい、
これそうだ、下手なとこ曲げると折れますんで、はい、ついたところで。あ、なるほど。これそうかそうか、そう、これは気をつけないといけないです。そうですね、いよいよ危険地域に入ってきますね。危険地域、ついてるところついてるところ辺がこの辺だと思うんで。そうですね、パッと見分かんないですね。うん、そうですね、うん、なかなか小さい木でこういう太い針金かけはやりづらいですよね。そうですね、この辺は少し途中はね、隙間空いてても曲げないと思うんで、この辺が大体一番大事なところですね。ここですね、ここのここ曲げるんでね、はい、ここに入ってくるように、はい、あれはね、ぴったりですね。開けました。とりあえずこれをここを曲げたいんですね。グッと引っ張ります。ここ少し隙間ありますよね。こことこの辺かな。バンド立てでやりましょうか。はい、枝でちょっと少し前に持っていきたいぐらいなんで、はい、これでもいいんですよ。これ折れる可能性があるんで、幹の下を使って引っ張ると。この線は銅線で伸びちゃダメなんで、銅線にして細すぎると切れちゃうし、太すぎると自由度がないんで。うん、言ってますね。言ってますよね、まあ、ここずっと注意しながらですね。こいつで締める。そうですね、うん、かませて。そうですね、ジャッキで締める。ジャッキで締める。で、潰していくと、うん、いろんな道具。うん、これ前に引っ張らないとダメですね。どれぐらい引きゃいいんだな。削れたんですね。あ、ここか。それと、方向がね、少しこのまま引っ張ると後ろ行っちゃうんですよ。前持ってきたいのに。ただ、だいぶ畳まれてはいますね。畳まれてはいるんですよね。持ってきたいな。あ、ここ割れてきたか。あ、ここが少し割れてきました。ここが。ここ、はいはいはい、ここは保護しながらも、ここを押さえていけば曲がらないと思うんですよね。この先やってるからここ曲がって折れちゃうんで、ここを押さえる。そうですね、さっき言われたところをね、押さえれば今度はここが割れるはずなんですけど、はい、あ、いった。いった。ああ、言ってた通りですね。あの陣のとこ。陣のとこが。えげつなくいきましたよ。本当に？うん。ああ、いってる。いってる。いきましたね。いきましたね。どの結構広範囲にダメージいくんですか、この場合。いや、もう下手すりゃったらこの上ですよね。今度矢島屋さんのも真似しようかと思って、あのマニキュアに入れるといいって言ってましたよね、はいはい、確かにこれ用事使う手間が省けるんですよね。 あれ今一気にいったのかな、気がつかなかったな。見てたんだけど、ミシって音はちょっと鳴ったぐらいでしたね、うん、you
今割れちゃったんですけど、ここからどうやって修正を、ことがあと肉巻いていくしかないですよね、あとは横と内側がね生きてるんで、だからこれ以上はもう曲げられない、もう曲げられないですし、どうしてますかね、だいぶもうちっちゃくはなりましたね、ちっちゃくなったんだけど、そしたらここから少し枝を抜いていきましょうか、はい、一応畳み込めたんですね、ここまで、ただこの中の幹模様が見えなくなっちゃった、で一つはこいつが完全に消しちゃってるんで上に上げてあげようと、幹の形を見せるためですね、なおかつ前枝なんでそんなに枝いらないんで、ちょっとこの3本出てるところ、この真ん中が抜けるんですね、はい、これが抜きます。今度これですね、この枝、はい、この枝がこの内側から出てきちゃってるんですね、ここですね、はい、内側から出てきちゃったんで、でもともとこう3つあるって言ったやつですよね、はい、この内側のやつがいらなくなると、これとこれをこういうふうにこういうふうにねじってきて全体で頭を作ろうと思うんですけど、ちょっとこれがここも3つありますよね、はい、これもいらなくなってくるんで、これも抜けると、これも後ろへ行って、とりあえずつけておきます、これとカンヌキですけど、はい、ただこの3本の3つ真ん中のやつは抜けるんで、はい、そうするとあとこれもですね、これも裏枝になるんですけど、ここはまあないだろうと、はい、いらないだろうということで、だいぶこれで抜く枝はなくなりましたね。これもね、幹を隠してるんですよね、ここの辺の幹を、生きてくれれば、ただこれがなくなるとこいつをフォローしなきゃいけないんで、とりあえずつけますけど、将来的にはこれ取りたいっていうところですね、あんまり早く行っても迷惑かかっちゃう。そうですね、雪が溶けて、まあ、今いろいろとね活動されてるみたいだから、山登るってなるともう雪全部溶けてるじゃないですか。そうですね、そうなるとちょっとあったかくなっちゃうんだよな。登れます？え登れるかって言われるとどうでしょうね。見たい気持ちですもんね。そうですね、登れるかどうかはちょっと分かんないですね。どうなんだろう、食事療法のダイエットと、あと家でいろいろ腹筋とかやってます。やってますね、腹筋と、あとあれを買いましたもん、あの器具を、なんすか、ブーって座っ立ってるだけで震えるやつお腹のダブつきがなくなるように、もうテレビショッピング見ても買っちゃいましたよ、思わず。痩せんすか。いや、わかんない、今ならね、今なら1万円引きっつって、ちょっとお子さんもしね見てたら残しておいてください。どうですか。あ、そうですね、残しておいてください。2本残しておいてください。2本残しておいてください。ヒロさん、どのぐらいの大きさのが欲しいんですか。やっぱり最近小さいのが好きですね。でもこのぐらい、これぐらいのがいいですね、このぐらいの2本、2本残しておいてくださいもうちょっと古い木でもいいですけどね。そうですね、うん、山登って、そうですね、なんなら阿部さんにその木をちょっと作ってもらっての動画に撮って、はいはいはい、コラボと。そうですね、いいですね、ということでお願いいたします。お願いしますあと前ツイッターで阿部さんに話してて、なんかいろんな、やっぱり那須御用じゃなくて吾妻御用なんで、吾妻御用の生姜いいのがこういうのあるよっていう話があったんですけど、それを一通り揃えたいんですよね。一通り揃えたい、これとこれとこれとこれがいいって5つぐらい言われてて、阿部さんがそれを並べて一緒に作って変化を知りたい。なるほど、それぞれ発祥なんじゃないですか。あ、もちろんそうですよね、発祥も違うでしょうし、同じように作ってた時にどういうふうに発祥がね、変化するのかって、なるほど、なんか楽しいですよね。なかなか、なかなか、なかなか可愛いですね、ギューってね、なるとね、なると発祥が。そうですね、お待たせしました。
ちょっと納得しないとこあるんですけど、もう終わんないからいいですね。完成しましょう。完成。どうでしょう。こんな感じで。ちょっと気に入らないのは、そうですね。ここら辺をもっとこの中に入れたいんですよね。もっと入れたいんですけども、ここ割れちゃってるんで、ここがね、パッカリ割れちゃってるんで、もうそれ以上下げられない。で、それとちょっとここの幹、下から見ると この枝で棚で。これを隠しちゃってるんですよね。そうですね、うん、だから少しこう上から見るとこの幹がね見えるんですけど、あんまり下の方から見るとちょっとこの幹の動きが見えない。で、あとはここから裏枝が少しこの辺でこう見えてきてて、空間優美ですね。空間優美。聞いたことあるですよね、はい、あと棚をこうポンポンポンと3つ作って、はい、まあ、この辺はね少しずつ充実していけばいい話なんで、枝の棚のバランスっていう意味ではあっていいんですけど、まあ、これをどうするかですよね。あの作業前の映像と比べてもらって、どれだけ変わったかっていうところですね。結構変わったと思います。そうですね。で、気になってた勘抜き枝とかもだいぶ抜けたんで、うん、よかったですね、はい、僕個人的な意見も言っていいですか。そうそうそう、ここキュッてなってるじゃないですか、はいはいはい、キュッて詰まってる感じだけど、はいはい、ここはあえてのこの流しなんですか。あ、そうですね、ここはね、うん、棚を見せる、まあ、緩急みたいな。そうですね、ストーンと落ちてるっていう感じを見せてますね。で、頭は少しボリュームあるように、もうこういうのも後ろ側からこうやってあえて持ってきて、はいはいはい、ポカーンって開かないように。で、これもこう埋めたんです。最初この辺に埋めたんですけど、はい、この枝がこの辺にいたんですけど、うんうん、この辺がすっからかになっちゃうんで持ってきて、まあ、全体やっぱり頭はボリュームあった方が落ち着きがあるんで、うん、なるほど、はい、やっぱここを見せたいんですね、この幹をね。そうですね、そこ魅力的ですもんね、うんうん、もうちょっと下げてこの棚をどうしようかっていう。なるほど。今これ取っちゃうとね寂しくなっちゃうんでね。そうですね、うん、また枝が増えてきた時に考えるって感じですか ね。そうですね、この後は形が一応できて、で針金をまた外してもう一回どうって作るか。なるほど。枝がね、カンヌキ枝でこれ使ってるんですけど、うん、はい、これが充実してくればこの枝を、はい、ちょっとこっちは取りたいんですね。なるほど。今これとね2つあるんで、カンヌキですもんね、ここね、うん、はい、でこれ2つ合わせて全体にこう作ってるんですけど、はい、うん、これは将来はこれも取りたいと、うん、後ろ姿いいですね、ここ魅力的ですね。見せたいですよね。見せたいです ね、前からもね。そうですよね。あ、だから正面だって見えないって言うけど、少しやっぱり起こすと、あ、そっか、上見えるんですね。植え付けで変えたらいいんですね。そうですよね。あ、確かにそうですね。その方が幹が見えますよね、うん、でそれを今これ消しちゃってる。なるほど。ただこれ取るとこっち側の枝一切なくなっちゃうんで、はい、もしかしたらこれ取っちゃってこの枝がグッと降りてきて、うん、これに作ればいいかもしれないですね。そうですね、うん、まあ、ただだからそういうことが分かってるんでっていうことですよね、うん、これでいいよしではなくて、まだまだ成長するよっていう、ね、うん、次の段階も見据えてと。そうですね、いう形でした。はい、阿部さんどうでしょう。阿部さんそればっかりで、はい、そうですね、買いに行きますんで。買いに行きたいです、はい、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございました。